宮本監督そして梶さんにですねちょっとステージお上がりいただきまして新ユニフォームなどについてもお伺いできればなと思いますではご登壇もよろしくお願いします、はい、さあ、えー、それでは宮本監督まず今新しいちょっとユニフォームをご覧いただいたと思いますけれども、はい どうですか2020シーズンの今シーズンのガンバ大阪のユニフォームなんかすごく特に白のユニフォームは軽やかな、はい、あの雰囲気になっているなと思いましたちょうどねあちらにもね今、展示されていますけれどもね、この払い筆っていう形でちょっとアウェーならではのね,ねあのデザインなんかもね見られますけれども加谷さん、いかがですか今シーズンのガンバ大阪の今、説明もありましたけれども、少しこう、伝統を重んじつつも このにとわれないいう攻めたそうですねあの斬新なのラインねはいここのシュッシュッとねシュッとこのうんいいですかねこう登っていくぞっていうあそっちに取ったそっちに取った俺は登っていくそういうイメージで上り流のようなねっ常さん勝手にやってもらっていいですかもういつも思いますけどもこれ俺と戦国戦だけでよかったかも。 宮本監督でも、こうやってまた新しいユニフォームでこう身を包んで戦う、はい、まあ選手時代もそうだと思うんですけれどもまた今シーズンややってやろう。あ選手はやっぱり思おうと思いますね、うん、本当にこう新しいユニフォームを着て特に写真撮影個人の選手名鑑なんかのをやるときにすごくフレッシュに感じた記憶はあります。うん まあですから今シーズン、ね、えー、この後選手の皆さんもこれを着て、まあ、シーズン中は熱く戦っていくわけですけれどもさああの宮本監督、今着用していただいているオフィシャルスーツ、はい、ー今シーズンからです、ね、新たに株式会社オンワードパーソナルスタイル様のカシャマブランドになりまして今、宮本監督にもお召しいただいていますけれども宮本監督、やはりこういう場では当然ながらこうスーツでこう着てお話しする機会っていうのが多くなるわけですけれども。 スーツはまた違いますよね、ユニフォームと、こう着てまあでもこう、時々スーツを着て試合,のなん試合に臨むこともありますけれど、はい、なんかやっぱりそこでは気持ちが違うというか、気合いが入るところはあります加谷、はい、さん、どうですか、宮本監督のスーツ姿、今年からオンワードパーソナルスタイル様の柏間ブランド。でですすねね <laughs> この生地感がいいですよ、ね 少し光沢のあるね。そう、ちょっと、ちょっと晒してもらって。なんでそんななんか、めっちゃ怖いですけど、なんかもう。多分、多分、あの、先ほどの、ええ、質疑応答の中で。頑張ろうさが、スタートダッシュにちょっとな。カジさんの方からあったっていうのが。内股監督ちょっと引っかかってるみたいで。なるほど、もう、これでつまずいた感じですかね。いやいや、俺は何も言ってない。 感がいやでもさっきパッと入ってっそこに家事がいてそうやったら「はい、これですか今年の」みたいな感じで言うから「うんうん、わっそうやで」って言ったら「めちゃいいですね」って、うん、普通に「そんな恥ずかしいからバラされたくないやろお前 <laughs> <laughs> あかんやあかん」であとで僕ももらえるんでしょこれ <laughs> お願いしてください <laughs> OB 枠でなんか、ね、<laughs> レジェンド枠で <laughs> そんなんないわって言われたけど。<laughs> はいまたこうしたですねスーツ姿で選手も移動したりということで、はい、またこれまでとは違ったね印象を持っていただけるかな、えー、持っていただけるのかなと思いますけれどもさあ、えー、それではですね、えー、ここで、えー、今日はですね会場して最初のトークイベントそしてこの時間とですねお話し聞かせていただきました盛り上げていただきましたカジ、えー、さんとお別れとなりますカジ、えー、さんどうもありがとうございましたありがとうございましたあり,まありがとうございました